こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。この動画であなたの合同の知識と大爆笑合同ギャグの知識をボンと伸ばしていきましょう。こんな問題です。今線分 AB があって、この線分 AB に対する垂直二等分線 L っていうのを引きますよと。でこの AB とこの垂直二等分線との交点を M として、この直線上のこの直線 L 上の点を P としますよっていうことですよ。で P っていうのは M じゃない点ですよっていうことなんですね。じゃあこの時 PA イコール PB となることを、左の三角 PAM と右の三角 PBM が合同であることを用いて最も簡単な手順で説明していきますよと。じゃあこのことについて、この3つの問題について答えてくださいよっていう問題です。はい。じゃあまずね、括弧10番、三角形 PAM っていう左の三角と三角形 PBM っていう右の三角が合同であることを示すときに必要な条件を、まあこの6つの中から3つ選んでねですって。まあこの左の三角と右の三角が合同だよを証明したい、その、条件3つ考えてねっていうことですよ。じゃあまず PA イコール PB っていうのは、これは示したいことなのでダメですよね。まあそもそも示したいことがこれなのにね。はい。じゃあ次、AM イコール BM が垂直二等分線なので、もちろんここの AM と BM は等しいですよね。なのでこれは答えですよ。丸2番 OK ね。で次に PM イコール PM、 まあこれは共通じゃないですか。左の三角と右の三角でね、これは共通なので、ここの、PM イコール PM っていうのももちろん OK。で次に角 PAM イコール角 PBM、 PAM と PBM が等しいかなんて分かんないですよね。今垂直二等分線引いただけだからね、線分 AB のね。で次、角 AMP、 AMP イコール BMP、 こことここが等しいよっていうのは等しいですね。だって垂直二等分線なので90度と90度ですよね。ってことでこいつもOK ですね。で、まあ、次に丸6番は MPA、 MPA と MPB が等しいかなんて分かんないですよね。ということで、括弧10番の答えはこの赤、青、緑、つまり2番、3番、5番が答えになりますよということです。じゃあ、次括弧11番ね、括弧10の時に用いる合同条件を言葉で書けですって。じゃあ左の三角と右の三角で、ここ等しい、ここ等しい、ここ等しい、だから合同条件は2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから合同なわけじゃないですか。だから答えは、ちょっと赤で書こうか、よいしょ、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいっていうのが合同条件ですね。はい。ということでこれで、左の三角 PAM っていうのと右の三角 PBM っていうのは合同だよっていうのが証明できたわけですよ。じゃあ対応する辺っていうのはそれぞれ等しいので、この PA と PB っていうのはちゃんと等しいよっていうことが証明できましたね。まあこれつまり何をやってるかというと、線分 AB の垂直二等分線上の点っていうのはみんなこの A と B からの距離が等しいよっていうことですね。それが証明できたよということです。さあじゃあこれを踏まえてね、括弧12番ですよ。今 PA イコール PB であることを証明した後、証明しましたね今ね、直線 L 上に点 PM と異なる点 Q を取ります、取ってみましょうね、点 Q っていうのを取ってみましょう。ほい。じゃあこの垂直二等分線上に点 Q っていうのをこんな風に取りましたよ。じゃあこの時 QA イコール QB となるかどうかについて正しいと言えるものはどれか、A から A で選んでねっていう問題なんですけども、まあそもそもねこの、QA と QB っていうのはそら長さは等しいでしょ、垂直二等分線上なんだからね。ということでこの時点で
QA イコール QB である時と QA イコール QB でない時がある。ない時なんてないわけですよ。だからこれ違うわけ。同じようにうのね、 QA イコール QB でないっていうのもダメなわけです。さあ、じゃあこれで二択ですよね。じゃあ、いっていうのは、QA イコール QB であることは、PA イコール PB の証明で示されている。うん。なるほど、なるほどと。ね。で、えは、QA イコール QB であることを改めて証明する必要がある。ですよ。まあ、QA イコール QB であるっていうのは OK な上で、それをもう証明したけ、広島になっちゃった。証明したから、証明したから、合ってます?東京弁。証明したからもう証明しなくてもいいよっていうのか、いやいや改めて証明しないといけないよなのか、どっちですかなわけです。今意識がね5割ぐらい東京弁を話すことにこう持っていかれてる状態です。さあ、じゃあこれは証明しなくていいですね。だってもうさ、この P っていうのがここの Q のところに来たら同じ証明になるじゃないですか。この合同、右の三角と左の三角合同を示したのは、ここの長さが等しいよっていうことですね。じゃあこれって、この左の三角 QAM と右の三角 QBM でも同じことが言えますよね。で、PM イコール PM っていうのは、もう QM イコール QM じゃないですか。同じことですよね。で、ここの角が等しいよっていうのは別に、同じことですよね。さっきのこのでっかい三角、でっかい左の三角、でっかい右の三角で証明したのと同じですよね。だからもう全く同じ証明になるわけですよ。この P が Q になってもね。ということで、答えは E の QA イコール QB であることは PA イコール PB の証明で示されているになるわけです。だから答えは、よいしょ、E になるわけですよ。もうだって全く同じ証明じゃけね。もう OK なわけです。同じ証明だから、同様にして、QA イコール QB であるよっていうふうに言えるわけです。OK ですかね。さあ、じゃあ最後にですね、大爆笑合同ギャグについてやって終わりたいと思います。言います。5つのうどんがここにあります。ごうどん。宮古寺です。はい、ということでね、終わりましょう。合格できる。